皆さんこんにちは国立環境研究所の小橋です。これから都市の脱炭素化ウェビナーシリーズ3公平な都市の脱炭素化に向けた課題法や制度共同の視点からお開始いたします。また前回のウェビナー再生可能エネルギーに都合で参加できなかった脇山さんには地熱エネルギーに関してお話ししていただきます。 このウェビナーは昨年10月に大河出版から発売された書籍「都市の脱炭素化」の筆者らによりその知見をより多くの人々に知ってもらうことを目的に企画しました書籍「都市の脱炭素化」このウェビナーシリーズそして YouTube 動画等を通じて少しでも多くの方々に社会の脱炭素化を知っていただき実行していただければと思っております ウェピナーと動画制作には国立環境研究所社会対話共同推進オフィス GCP 筑波国際オフィスそれから京都未来オンプロジェクトの協力を得て行っています今回は国立環境研究所地球システム領域副領域長であり社会対話共同推進オフィスの代表である江森さんに司会をお願いしています江森さんは公平性を含め気候変動問題に幅広く取り組んでおられます 江森さん、本日は司会よろしくお願いいたします。えー、小林さん、ありがとうございます。えー、皆さんこんにちは。今日のですね進行を進めさせていただきます国立環境研究所の江森です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と小林さんから紹介いただいたあの社会対話共同推進オフィスですねこの話をあの最初にちょっとだけさせていただきますと、まあ研究所の中でですねあのまあ広報はもちろん昔からずっとあってやってるわけですけれども、ともそのえっ、ー、と コミュニケーションが一方的じゃないかと、あの研究者が知っていることをあの発信して、えー、と理解してもらうっていう、まあ、そういうマインドでやってる部分が大きかったんじゃないかなと。でそれはやっぱりまあ今日的ではなくてですねあのまあ双方向的なコミュニケーションで、えー、専門家の側もですね社会から学びながら、えー、人々がどんなことを疑問に思ってるのかとかどんなことを えー、心配しているのかとかですねあの学びながらやっていくっていうことが大事だろうというふうに思って、えー、社会対応共同推進オフィスという、えー、活動をですねあのまあ立ち上げて6年ぐらいになります、えー、というわけであのこのウェビナーもですねその視点からあのお手伝いをさせていただきたいというふうに思います。であの都市の脱炭素化今非常に重要なトピックですけれども。 まあ、あのどうしてもですね技術の話に最初目が行きがちかもしれませんけれども、えー、今日のように、ですね、えー、法であるとか制度であるとか、あるいはその市民との共同であるとか、ですねあるいはその倫理的な観点ですね、えーまあ、こういうところからあの論じる機会っていうのはあの非常に重要かなというふうに思っております。はいというわけで始めていきたいと思いますけれども。 えー、今日のですの、ね、進行について少しご説明しますと、5名の方の講演を、えー、ごく短くですね、あの5分ずつでお願いしてありますけれども、でその後にディスカッション、えー、ということにしたいと思います。で、あのディスカッション、今日はもう基本的に皆さんから頂いた,た Q&A に基づいて進めていきたいというふうに思います。えー、もう講演のですね途中で、えー、とどんどんあの随時 Q&A に質問をあの書き込んでいっていただければと思います。 それからですね、あの本日、えー、と他の人の質問が全部参加者の皆さん見れるようになっていますので、ほ、え、か、ー、の,の方の質問で、これ自分も聞きたいなというふうにあの思ったやつには、あのいいね、ボタンを押していただければと思います。それであの、いいねが集まったやつはあの優先的に取り上げていきたいというふうに思います。えー、それで、答えきれなかった分はですね、今までと同様に、 えっとウェブサイトにあの後日パネリストの皆さんに答えていただいたやつをえっ、ー、と掲載したいというふうに思っております。はい、えー、それでは始めていきたいと思います。一人目の方、えっ、ー、と自然エネルギー財団の工藤美香さんです。えー、タイトルは都市の中の太陽光導入拡大に向けた法的制度的課題です。工藤さんよろしくお願いします。 はい森さんご紹介ありがとうございます自然エネルギー財団の工藤美香と申しますはい私の論考では屋根置き太陽光の導入拡大に向けた法的制度的課題のエッセンスをまとめておりますまずどこでも太陽光が求められる将来カーボンニュートラルを自然エネルギーの大量導入で実現する場合 平財団ほかの研究結果では太陽光について現在の56ギガワットから2030年にはその3倍2050年には10倍近い524ギガワットが想定されまして需要が多い都市でも導入を加速する必要があるということが示されています次に屋根置き太陽光のポテンシャルについて環境省の調査によれば 住宅の屋根置きで216ギガワットのポテンシャルがあります他方、戸建て住宅についてみますと太陽光パネル設置済みが2019年で全体の約7%こうしたポテンシャルをどう生かしていくかがポイントになります世界の都市は屋根置きの太陽光ポテンシャルを見える化したマップを公開していまして日本でも東京都や長野県で取り組まれています こうした中、昨年は建物への太陽光発電の設置義務化が国の審議会でも議論をされました海外の都市や国内の自治体では義務化の議論が先行しておりましてすでに制度が施行されている京都府京都市のほか東京都でも現在制度化が検討されています法的課題として、えー、主に設置段階で指摘されるいくつかの課題をご紹介しています。 まずは屋根がし太陽光、屋根置き太陽光の促進に向けて期待がかかる0円で太陽光パネルを設置できる仕組みですけれども、これに関する屋根置き賃貸借契約の課題、また、周りに後から建物が建って影になってしまい、太陽光発電量が減ってしまった場合の受講利益の保護の問題、それから景観との調和。 建物の外観を規制する景観条例等との調整が必要になるという課題です。そして憲法上の論点太陽光パネルの設置義務化が憲法が保障する財産権の侵害にならないかまた法の下の平等の問題は生じないのかといった下記についてまとめています。最後に 本の論考では終わりにと題していますが社会の変化と発想の転換の重要性について触れています電電力の供給が大規模電源からの一方一方向の供給から分散型電源を備えた双方向に変化をしますそれに伴って電力の売り方や送電料金のあり方送配電網の利用ルールが変わる必要があります これらも都市への対応行動にお勧めるための必須な制度改革と言えます。この点の詳細は本日のテーマではありませんが、書籍の他の論考で紹介されていますので、ぜひご覧いただければと思います。私からは以上です。 えどうも工藤さんありがとうございました。非常にあのコンパクトにまとめていただきまして、今日ですね、実はあの、あの事前に3分で喋ってくださいっていうプレッシャーがかかっていて、あの実際には5分喋っていただいていいんですけれども、えっ、ー、とですね、あの、まあ、コンパクトに話していただいて、ディスカッションの時間をたくさん取ろうと、えー、いうことにしております。えー、工藤さんどうもありがとうございました。えっ、ー、と、続きまして、お二人目ですけれども、 えー、京都大学の宇佐美真子さんです公平なエネルギー転換気候正義とエネルギー正義の観点からですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますご紹介ありがとうございますはい、それでは始めさせていただきますえっと私の賞はですねあの筑波大学の経済学者である奥島新一郎先生と協調でありまして ご覧のようななタイトルになっています気候正義もエネルギー正義もちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんが2つの,あの最近非常に発展している研究をです、ねえー、合わせてみるとどんなことが言えるかということをエネルギー転換についてえっと論じてみたいというそういう論文になっています。でえー、っと2つのエネルギー問題ということで。 と気候変動に対して日本の責任というのはまあ大変重いということで、排出量の削減というのは待ったなし、こういう観点からエネルギー転換ということが非常に重要になるだろうということで、先ほど少しご覧いただきました言葉の一つ目、気候性議論というのは、これは新しい研究分野なんですけれども。 これは哲学倫理学の分野で、えー、主にです、ねえー、南北格差ということが気候変動を巡って現れているということを背景にして、えー、正義や責任の問題を理論的に考える分野でありますがこの観点から日本のエネルギー転換というのはあの必須だということが出てくるだろうと,で、えー、っと赤であの強調してあります2つ目のエネルギー正義論ですけれどもこれはあの えー、特にあのエネルギー貧困という概念が重要になるんですがこの実態をですね最初はヨーロッパで始まったんですが実証的に明らかにするという実証的な研究が行われていて。 現在ではさまざまな他の公平性に関わるようなです、ね、問題についても実証的な研究が進んでいるということでここで非常に重要な点はエネルギー転換というのが進むとエネルギー貧困が深刻化してしまう恐れがあるということであります。でこの2つの領域はです、ね、これまで別々に発展してきたんですけれどもこの両者を結合すると新しいことが知見として出てくるのではないかというのが この章の狙いになっていますで、まず気候性議論の方ですけれども、えー、っと温室効果ガスを排出する権利という形でこれまで研究は進められてきましたこれをどうやって分けるかと 分ける正しさ、分配の正義というそういう観点から研究が進められてきましたけれども、その考え方の一つにです、ね、赤字で書かれている基本的ニーズ説という考え方がありまして、これの考え方によりますと、あらゆる国の人は基本的ニーズを満たすのに必要な排出量の権利を持つ。 こういういものでありますでその背後にある基本的な考え方はですね先ほど言いました分配の正しさを考える分配的正義の議論として十分主義というのがあります一番下の部分ですね域地までは万人に保障されるべきだが域地を超えた格差には問題がないのでもう再分配しなくて良いとこういうふうに考える考え方がございますで もう一つのですねエネルギー正義論ですけれども、先ほどエネルギー貧困という言葉をご紹介しました。これは何かというと、生活の上で必要な家庭内のエネルギーサービスを十分に享受できないような状態で、ここではあの家庭の中だけを考えているので、例えばあの自動車のガソリンなどは含めないということになっています。 でその評価指標はあの従来はです、ね、10%指標といいまして家庭内のエネルギーサービスに必要な支出がです、ね、所得の10%を超えているかどうかということで考えるというものであります。で これには限界があるために新しい指標というのをですね、協調者の奥島先生が考え出しまして、これは基本的にエネルギーニーズを満たしていないものとしてエネルギー貧困を定義しようと、この2つの評価を比較するということをこの章では行っています。 でえっと、まずエネルギー貧困の分析からどういうことが分かるかということですけれどもちょっと図をご覧いただきまして、えっと、黒が冬を表していて白が夏それぞれの貧困率ですね。 でえー、ご覧いただきますと分かりますように、沖縄を除くと冬に深刻になる、黒がたくさんあるということですね、これはも当然暖房のためです。ですからあの、北日本で深刻になる、逆に沖縄で夏に深刻になっているのは、これ、連房費のためと。ところが、この10%指標というのはです、ね、人々が家庭内エネルギーサービスを十分に享受しているかどうかを直接には評価できないという、そういう、えー、欠点が、限界があります。 そこでですね、新指標というものを考えて評価しようということでございまして、えー、とこの場合にはですね、えー、これで評価しますと、北日本だけでなく、四国、九州、沖縄でも高くなるという結果が出ている。従って、基本的エネルギーニーズを十分に満たせていない世帯っていうのはですね、日本全国で少なくないんだということが、この図からお分かりいただけると思います。 でそこで,です、ね、気候性議論とエネルギー性議論というのを統合するということを試みていましてまず基本的炭素ニーズと。 いうものこれは基本的エネルギーニーズを満たすのに必要な二酸化炭素の排出量というのを地域や世帯の特徴を勘案して算出するこういう考え方であります。でこの考え方はですね気候性議論の中の基本的ニーズ説と非常に親和的ということで2つの研究分野を掛け合わせているというそういうものになります。 図ではこの基本的エネルギーニーズから基本的炭素ニーズというものを算出するそのありさまをイメージで示しています。でこの基本的炭素ニーズっていうのは北日本で大きいわけですけれども沖縄の場合にはですね夏の暑さに加えて石炭火力発電というものへの依存度が高いためにこの基本的炭素ニーズですねこれが大きくなってしまっているということがありますし 逆に原発の稼働状況などを反映して、関西や九州などで小さいということが、この図からお分かりいただけると思います。 ということで、この気候性議論とです、ね、エネルギー性議論という従来は別々に発展してきたものを掛け合わせることによってです、ね、こういうことが言えるのではないかということで、まずエネルギー貧困の実態というのを明らかにすることができると。10%指標ですと、冬に北日本で夏には沖縄で深刻になる。新指標であれば、北日本と沖縄で深刻だということが言えるわけですが。 そういった知見を踏まえて、ですねじゃあ今後について何が言えるかということで、新しいエネルギー転換の必要性ということが言えるだろうというふうに、この章では結んでいまして、すなわちエネルギー貧困世帯への配慮を変えたエネルギー転換政策というのは、分配的正義の観点から非常に問題であると。 そうするとエネルギーの消費について十分主義というものを考えることができてこれはすなわち基本的エネルギーニーズというものを保証するということになります。したがって我々が進むべき道はですねすべての人の基本的エネルギーニーズというのを十分に乱せるようなそういったインクルーシブなエネルギー転換だろうというふうにこの章では結論づけています。 最後はえっ、ー、と参考文献でありまして赤字で、えー、強調して、えー、いるところが我々のお、えー、強調の章ということになりますご清聴ありがとうございましたはい宇佐美さんどうもありがとうございましたあの非常にしっかりとあの説明していただいたと思いますはいありがとうございますそれではあのどんどん次に移りたいと思いますけれども三人目はですねえっ、ー、とトヨ洋介さんです。 えー、気候ネットワークの豊田洋介さん、えー、脱炭素都市地域づくりに向けた NGO の取り組みですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします気候ネットワークの豊田と申します えー、気候ネットワークについてはですねあのご存知の方も、えー、いらっしゃるのではないかと思いますが地球温暖化防止のための取り組みをですね行っています ngo npo になってきています、えー、気候ネットワークといえばですねあの政策提言であるとか調査研究国際交渉への参加そういった方面でですね知ら知っていただいている方も多いのではないかと思うんですがそういった ngo が今現在 これからですね、特に重視をしていきたいなというふうに考えていることがまさにこの都市の脱炭素化においても大きな課題になっていると思いますがどのようにして対策を実施していくか実際に CO2 を大幅に削減をしていくということに貢献できるかということだというふうに考えております。 ですからこれまではですね、私たち NGO というのはこういった調査・研究・政策提言という形で CO2 を大幅に削減をしていくための政策提言活動というものに力を入れてきたというところがあったわけです。それに加えてやはり少し前からですね、こういったことをどうやってじゃあ実現させていくのかというところで対策をこれだけやらなければいけないという話がある一方で。 どうすればそのの対策を実施できるのかと具体的に進めていくためにはどういった形でやらなければ誰がやらなければいけないのかとそういったことをですね考えるようになってきているわけです。そういった中で私たちとしてはこの問題というのは温暖化に関心のある人たちだけが取り組めば解決できるものではなくそれ以外の人たちにいかにですねこの取り組みに参加をしてもらうか主体的になってもらえるかということが非常に 重要ななポイントににっててくるといいう,ふうに考えていますつまり、これまでは温暖化に関心ある人たちだけがやりましょうや、やっていきましょうという形で取り組みを進めていっていた CO2 を減らすということが主眼にあったわけですが、それ以外にも生活の質を高めるとか、先ほどあの宇佐美先生のご報告にもあったような、例えばエネルギー貧困を解消するために、社会福祉の団体などが、えー、そういった生活困難者の支援を目的として、省エネルギーサービスを提供すると。 いうことも海外などでは行われていますのでそういった関わりを増やしていくえー、まちづくりとか地域の課題解決人権の問題福祉の問題そういったことにつなげながらこういった気候エネルギー政策に取り組んでいくということが求められていると考えていますですので私たち NGO としてもそれをいかにして実現させていくのかということをですね、今後の主眼に置きながら取り組みをしていくそれが私たちの役割になってくるというふうに考えているというわけです 特にここに少し書かせていただいていますが脱炭素なモデル作りまたその支援を行っていくということが重要になってくるというふうに考えているわけですうまくいくモデルというのを作って社会実験的に実施をしてみる自治体であるとかさまざまな市民団体等の方々と一緒に実施をしていくその中でこのうまくいったものというのを他の地域にも広げていく、えー、そういった 実施とか普及を通じてのですね伴走支援という言葉を使わせていただいていますが、一緒に走っていってですね提言をするだけではなくて、自分たちも実際にそれをやっていく、そしてその成功経験というのを元に広げていくということをですねやっていきたい、そしてそれをまあ実際やっていっているというところだと。えー、最終的にはそういったモデルを政策化をしていったり、あるいは事業化をしていくという形で。 地域で始まったものが、例えば日本全国に広がっていって、政策になる。以前にも私たちが経験した省エネラベルというような取り組みがありますが、そういった形でローカルモデルがナショナルモデルになっていくような流れを作っていくことで、具体的な大幅な削減にもつながっていく仕組みにしていくということを目指していきたいというふうに思っています。そういった経験も踏まえて、私の章ではですね、こういった様々な地域における温暖化対策の取り組み、それをどういうふうに進めていけばいいのか。 進めてててきたたたののかかとといいいったことなんをを主には本省の中で紹介をさせていただいておりました、またエネルギーの問題におきましては、都市の中だけでやはりそれを充足するということは非常に困難であるというふうに考えていますので、こういった地域の資源をいかに使うか、そういった団体だとかと連携をしていく、都市と地域の連携といったこと、これもですね、一つの課題になってくるというふうに考えていますので、そういったものに取り組んでいくための仕組み作りであるとか、連携支援、ネットワーク作り。 そして今後はそういったものをつないでいくような新電力の役割ですねこういったものの立ち上げなどにも NGO として関わっていくということも行わせていただいていますこのあたりのことっていうのが今非常に私たちとしては力を入れていることであり重要だと考えていることになってきています またですね、あのこれからもう一つ大きなテーマになってくるのが、脱炭素社会における人づくりというところになってくるのではないかなというふうに思っています。これまで小学校等を中心にした授業などを私たちも行ってきているんですけれども、やはりそれが小学校で途切れてしまっているということも一つの課題だなというふうに思っていますので、中学、高校、大学という形でつなげながらですね、実際に脱炭素社会を生きていく人たち、そういった人たちにまあ本質的な 温暖化のの問題の理解を深めていただくような取り組みこういったことをですね今後進めていくべき課題なんだなというふうに認識をしているというところになっています、えー、そういったわけでですね私たちとしましてはこの政策研究とか調査提言とか、まあ、こういったことを行ったそのベースの上でじゃあ具体的にどうすれば CO2 が削減できるのかということそれをですね実現にさせていくと、まあ、現実なものにしていくというところが 私たちのここここれれから取りり、組んででででいいいいくべきこととととああ実際に今力を入れていってっることであるということです。繰り返しになりますが、やはり我慢だけで行うような対策というのは、長続きをしないし、大きな効果を上げられない、えー、やれる人だけがやればいいということではないというふうに考えていますので、できるだけ多くの人々がそこにです、ね、参加ができる、賛同できる、やらざるを得ないというような、まあ、形に持っていくというところで、政策化、事業化等ということを進めていくということが非常に重要になってくるんではないか。 温暖化対策というのがネガティブなイメージではなくて地域を元気にするやっていきたいそういったものに変わっていくようなエネルギー政策というところにつなげていきたいというふうに考えております。 えとちょっと早口になってしまいましたけれども、そういった形で、ですねこれから具体的に大幅削減をどうすれば達成できるのかということ、それをですねこれから私たちは皆さんと一緒に考えて、考えるだけではなく、実践をしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひそういったことにご関心ある方々ですねできればまた私たち気候ネットワークの方などにもご連絡、ご相談等をいただけたら嬉しいなというふうに思っております。あ、はい、ありりががととううごござざいいままししたたさん提言する NGO からですね実践するということで、えーまあ、いろいろ面白い取り組みが進んでいるように思いますありがとうございますそれではあのえー、っと次に増原さんお願いいたします増原直樹さんで資源ネクサスと行政計画ですね京都市のケースを中心としてはいよろしくお願いします はい、ご紹介ありがとうございます、えーっと。兵庫県立大学の増原と申します。よろしくお願いいたします、えーっと。ちょっと京都の話題が続きますが、私たちが研究してきた資源ネクサスとですね、それから今回、この都市の脱炭素化を実現するための行政計画の 関係についてですね京都市を事例として考えてみたいとそのような章のご紹介をしたいと思います。これは前置きですけれども今回の都市の脱炭素化というものはですね言うまでもなく SDGs の中のこの13番気候変動のゴールですとかあるいは11番まちづくりのゴール まあこういったものを想定においてですね国内ではこの地域循環境政権、まあ、環境省が進めている政策ですけれどもそれから今月から募集が始まりますですね脱炭素先行地域、まあ、こういったものを連動しながらですね各地域で進めていくと、まあ、そういうような想定でおりますで私はその時にですね、えっと、2つのことを今日申し上げたいんですけれども 1一つ目はですね、今申し上げたその土地とかですね、気候変動、あるいは先ほどから議論になっているこのエネルギー、それから水とか食、まあ、こういった資源をですね、まあ、ネクサス、まあ、つながり、連環というふうに呼びまして、こういったものをその都市、自治体のレベルで,です、ね、どうやって管理をしていくかと。 でしかもそれを計画、まあ、行政計画としてですね適切に管理をしていくと、まあ、そういうことがですねこの都市の脱炭素化の基盤として必要じゃないかということを申し上げたいと思います。えー、とちょっと具体例はあの時間の都合でお話しできませんがそれで自治体の計画と言いますと、まあ、なかなかその関係者以外はですね目にする機会が少ないわけですけれども。 まあ今申し上げた水エネルギー食料土地あるいはその資源循環といった分野でですねこれさまざまな法律に基づいてさまざまな計画が作られているとまあそういうふうにですねこの表をご覧いただければというふうに思います。それであの都市の脱炭素化この本の中ではですね環境省の方がこの地球温暖化対策実行計画のお話はされてますので、まあ、私はそのそれ以外のですね 一見こう、脱炭素化とは関係がないように思われるその水道とかですね、あるいは食品とか都市計画、まあ、そういったあの各分野の計画にですね、どうやってその脱炭素の視点を入れていったらいいのかと。 いうようなことで、えー、京都市の事例を分析させていただきました。で、この本の中には、たまたまですね。京都市の、えー、方もお書きになっているので、まあ、ぜひセットで、あの、次回、ウェビナーで、あの、出られると思いますけれども、ぜひセットで、あの、読んでいただきたいな、というふうに思っております。まあ、あの、私のやった、えっ、ー、と、研究はですね、えっ、ー、と、京都市の、まあ、様々な。 計画をまず一覧表を作りましてその中から先ほどの資源ネクサスに関係する計画これが20件ちょうど抽出されましたでその計画の中でですねどんな目標あるいはどんな指標物差しですねそれが設定されているのかというこれも一覧表を作りましてそのある分野の計画とですね他の分野の計画の こう集合でこう重なっている部分をです、ね、探そうというような目論ろみで、えー、と調査研究を進めてまいりました、まあ。結論としてはなかなか難しいんですけれども、思ったほど、まあ、たくさんの、えー、目標が、えー、とこう共有されているわけではないということが分かってまいりました。で特に脱炭素化という視点で言いますと、まあ、この廃棄物処理からのです、ね、温室効果ガス排出量。 まあ,あるいは間接的に関係あるものとしてはこの食品排出量ですね、まあ、そういったものが抽出されたということなんですが、えー、まあ最後結論としてはですねじゃあこれからどうやったらいいのかということで先ほどと繰り返しになりますが 脱炭素化と一見関係のないですね、河川整備とか土地改良とか食品ロス産業振興、さまざまでありますけれども、そういった環境セクションがではないところが担当している計画にですね、脱炭素化の視点をまあこんなようなメニューでですね、入れていったらいいんではないかというまあ提言のようなものでですね、えー、と本省の締めくくりとしております。ちょっと時間が超過したかもしれませんが、これで私の報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 増原さん、どうもありがとうございました。行政組織のですね、あの横の連携みたいな、のも非常に重要になりそうな。え、そういうまあ、めちゃくちゃ重要なお話だなと思います。はい、ありがとうございます。それでは、あの。えー、っと、最後にですね、五人目ですけれども。九州大学の和歌山達也さん、あの和歌山さんは。あの、本当は、あの前回のテーマのグループなんですけれども。えー、っと、前回ご都合が悪かったということで。あの、本日お話をしていただきます。地熱エネルギーの活用です。お願いいたします。 はい、ご紹介ありがとうございます九州大学エネルギー研究教育機構で教員をしておりますえー、脇山と申しますよろしくお願いしますえ、今日は地熱エネルギーの活用についてこの本の中でも紹介している内容について少しだけ、えー、紹介したいと思います、えー、現在日本で活用されている地熱発電所には大きく分けて2つのタイプが存在します、えー、バイナリー発電と、えー、蒸気発電と呼ばれるタイプです これまで日本で主に利用されてきたものは蒸気発電の方です。地下から200度から300度の熱水や蒸気を取り出して発電を行います。これに対してバイナリー発電では100度から150度のより温度の低い熱水や蒸気を活用することができます。通常この温度ではタービンを使って発電することが難しくなります。 しかし、より沸点の低い媒体に熱交換というのを行いまして、その二次媒体でタービンを回すことによって、発電を行うことが可能になります。このような方法をバイナリー発電というふうに呼んでおりまして、より温度の低い地熱資源であったり、温泉のエネルギー源を活用する方法として、近年導入数が増えています。 それでは地熱発電のうち蒸気発電を例に地熱発電所の地下構造を見てみましょう。火山地域では地下に1000度前後の溶けた岩石であるマグマであったりそのマグマが駐留しているマグマだまりというふうに呼ばれるところが存在します。ここのマグマママググマやから熱が運ばれることによって 火山地域では地下 2km から 3km の深さで温度が200度から300度に到達していまして普通の都市地域と比べるとより浅いところで高温の熱エネルギーが存在しているような地域になっています。主に日本ではこのような比較的浅いところにある高温の熱エネルギーを利用して地熱発電を実施してきました。 特にその際ターゲットとなるのがこの地熱貯留層と呼ばれる層、えー、ですこの地熱貯留層の中には高温の200度から300度の蒸気や熱水が蓄えられていますここに井戸を掘ることによって地熱発電所で発電を行うことが可能になります、えー、地熱貯留層がどのように形成されるのかというと雨水が、えー、断層であったり亀裂を通って地下深部に浸透していき マグマだまりあるいはマグマによって加熱されさら、えー、密度が軽くなることによって再び上昇していきます。その上昇の過程の中で熱水に含まれる岩石であったり鉱物が積出しまた亀裂を埋めていきます。亀裂が埋められていくとここにガ岩キャップロックというふうに書いてあるように不透水性の層が出来上がります。 ここでせき止めて地熱貯留層,層は火山地域であればどこにでも存在するというわけではなくてこの地熱貯留層が形成されるためには適切な蒸気や熱水が通る経路そして蓄えられる地層さらにはこの構造への雨水などの供給そして熱源それぞれが必要になります。 こういった条件が揃った地熱貯留層を見つけるということが地熱発電を行う上で非常に重要になります。地熱発電所の構成をこちらでは紹介しています。先ほどのような地熱貯留層から蒸気を生産し蒸気を熱水と分離させて蒸気を使って発電を行います。発電を行った蒸気は 複数に送られて温度や圧力を低下させますこの冷却が効率的に行われることによって効率的な発電,を発電を実現することができます。熱水は発電に利用された後、えー、地下に戻されて地列貯留層へ還元されます。この還元を効果的に行うことも重要なプロセスとなります。2030年に向けて、 現在昨年エネルギー基本計画の改定の議論もありましたが地熱発電については2030年の電源構成のうち1%を賄うという大きな目標が掲げられています1%というと非常に小さな値に聞こえますが設備容量で考えると現状の約550メガワットの発電容量を3倍にしなければなりません そのような発電所の導入拡大に向けて大きな課題が地域との合意形成です。ここではこの本では長崎県雲仙市の小浜温泉バイナリーの発電所の合意成立の経緯を紹介していますがこの地域では一度調査が行われたものの発電計画が中止になったというような経緯がありました。そのの後、長崎大学学環境科学部の研究会を中心とした検討が開始され、 改めて発電所が開設されました一度中止になったものがなぜ再度合意を得ることができたのか、なぜ一度中止になってしまったのか、そういった点については、計画の妥当性であったり、温泉資源への影響、そして地元への説明、さまざまな要因が考えられます。こういった合意形成の課題をクリアしながら、一つ一つの案件を成立させていくことが、 2030年の目標実現に向けて大きな課題となっていますえ詳しくは書籍の方をご確認いただけると幸いです以上です、えー、脇山さんどうもありがとうございました地熱発電まあ、技術の話もありますけれども合意形成というですねこのまあ社会との関係にかかるところまあ非常に重要になっていることが分かりましたありがとうございますはい、えー、それではですね今から 30分ぐらいですね時間がありますのでディスカッションしていきたいと思いますパネリストの皆さん全員カメラオンにしていただければと思いますはい、ありがとうございますそれでですね Q&A にいろいろ質問が来てるんですけれども今日のパネリストの皆さんはなんかめちゃめちゃウェビナーに慣れていらしてどんどん回答を書き込んでくださっているのでもうすでに回答を書き込んでいただいたものも含めましてですね少しあのご紹介できればというふうに 思います、えー、僕、ちょっとあの最初に結構大きめの質問で非常にこう気になったのがですね、えー、宇佐美さんのお話ですけれどもすで、えー、に一つ回答していただいた質問で、えー、気候性議論は排出権を分配することに関する話が主なことなのでしょうかそうであればそもそも排出量を全体的に削減するという地球温暖化防止の問題が、えー、ずれているだけで本末転倒な気がしますと。 ご質問をいただいているのとですねそれから同じ方からですね気候性議論やエネルギー性議論そしてそれを合わせた十分主義的で包括的なエネルギー政策は最終的な目的は何でしょうか個人的にはエネルギーを効率的に必要な人に十分必要な分を配分することで削減するということが大切のような気がしますが。 単にエネルギーが不足している人やところに必要な分をどう届けるかであればエネルギーをどんどん作ればいいという発想にもつながる気がするので温暖化やエネルギー削減と議論がそれる気がしますというこちらはまだ書面で回答い,いただいてませんけれどもこの2つ合わせてですねすでにお答えいただいたのも含めまして宇佐美さんいかがでしょうか。 はい、ありがとうございます。えー、っと、それじゃあ、まず、えー、っと、でにお答えさせていただいたものの方は、ちょっとあの短く答えさせていただきたいと思うんですが、えー、っと、あのですね、 地球全体での排出量というのをあの、えー、とどんどん削減していかないといけないと、そしてネットゼロにするというときに、ネットゼロはゼロではないわけですね。で、またゼロにすることは不可能なわけです。つまり、えー、と自然が持っている吸収量というものと、えー、均衡するようにしなければいけない。ですからあの、プラスであるばかりか、かなり全体としては大きなものになると。で、これを、えー、それぞれの国なら国で分けると。 いうわけでそうすると各国の中でどういうふうに分けるかっていう話になる。 でえっと、気候性議論では、ですねあの方法論的個人主義というちょっと難しい言葉ですけれども、要するにあの個人単位で考えましょうということだものですから、地球全体で個人単位で考えて、どうやって分けるかと。ですので、えっと、分けるというのは、ですねネットゼロという地球全体の目標があっても、非常に重要で、かえって重要になっている。なぜなら分ける π が小さくなっているので、どう分けるかが一層重要な問題になるという、そういうふうにあのお答え。 ささせてくださいで、えっと、もう一つの方のご質問、うん、も大変ありがとうございます、えっと、最終的な目的は何でしょうかというご質問ですけれども、えっと、要するにエネルギーが不足している人に必要な分をどう届けるかということであればエネルギーをもっと作ればいいと。 いいいいいいうう発想につながるのではないかというご心配をいただいています要するにあまり必要でないけれどもどんどんエネルギーを使う人が一方でいてそして、えっと、必要だけれどもまだ届いてない人がいてでその後者の人にどんどん届けるべきだというならばどんどん全体のにエネルギーを作ればいいじゃないかとでこれのどこが問題かというと、えっと、エネルギーの削減ということ 目標と相反するのではないかというそういうごしあのご心配ということをですねありがとうございますえー、っとですねエネルギーというものとそれからそのエネルギーを生産するときにそれに伴う炭素というものを明確に区別するべきだと思いますこれはあの電源構成の問題であって。 えー、電源構成がです、ね、再生可能エネルギーを十分なその、えー、と割合としているような構成になっていればです、ね、エネルギーはふんだんにあるけれども、しかし、そこで排出される炭素というものは非常に少ないという状態は可能であるし、また世界的にそのような方向に動いていると。 いうふうふに私は認識していますのでエネルギーが必要な人のところへ届けると同時にですね しかし、他の人にあなたも我慢してくださいとわざわざ言う必要もなくてですね、そして炭素を減らすことができるとで。そのためには技術も重要ですけれども、技術以外のですね、面も重要で、そのうちの人理的な側面について、今回、我々の論文を扱ったと、こういうふうにご理解いただければなというふうに思います。ありがとうございます。はいあ、ありがとうございます。 ちょっとあの僕からコメントですけれどもあの前提となる認識のところでそのネットゼロっていうのはその自然がそもそも吸収してくれる量と釣り合えば良いのではなくて人間活動による追加的なその吸収量と釣り合う必要があるのでちょっとあのそこが議論の混乱がないようにえなるといいなというふうに思っております。 えとちょっとこの話は難しいので、なんか今日は論じきれない気がするんですけれども、今のですね、宇佐美さんの、あの他のパネリストの方で今の話、何か応答されたい方っていらっしゃいますかなんかすごくあの一つ本質的な話であの、皆さんそれぞれにお考えがもしかしたらあるかなと思ったんですけれども。あの 炭素の分配ということに関して言うと、僕もやっぱり個人的には、あのどんどんその脱炭素、と最終、究極的にその電源がすべて脱炭素なあのゼロエミッションの電源になれば、炭素の分配というあの発想をする必要はなくなるんじゃないかという気もするんですけれども、その移行期の話をしているという理解でいいんでしょうかね。 あ,ありがとうございます、えっと、エネルギーと炭素との関係で言いますともし仮に、えっと、エネルギーが全面的にです、ねえっと、炭素を排出しないということであれば、えっと、特定の地域で特定の人があるエネルギーを享受するためにどれだけの炭素が必要かという問いがもう意味をなさなくなってしまうのでそういう意味では江森さんおっしゃる通りです。 でえっと、しかし実際にあのそういうふうになっていない今の現状からこれからだんだん変わっていく時に、えっと、どういうふうに考えるべきか炭素というものについても分配というものを考える必要があってそこで、えっと、特定の地域ではあの、えっと、現時点で必要なエネルギーを消費するためには炭素の排出が必要になってしまうその人について。 えっと貧困というものが問題が生じているとこれを明らかにしているというのがまあこの我々の論文の一つの願の目になっているてこういうふうにご,あのご理解いただいて、えっと、ですから先ほどおっしゃっていただいたように大きく言えば移行期の問題という言い方ができるすなわち炭素がもう全く必要なくなるとエネルギー生,産、えー生産に伴って全く必要なくなるという状態ではこの問題自体もなくなるというふうに理解してます。 えー、っとですね、あえー、っと、それではあの、ちょっと他の見ていきたいんですけれども、ちょっと結構、その時間の割には、えー、っと、質問がたくさんあって、で、しかもですね、ちょっと目論見みと違うのは、あんまり、あの、あがいいねがついてないんですかね、これ、いいねつける機能、ちゃんと使えてないのかな、もしかしたら。 なので、上から紹介し,た、えー、っとしようと思ったんだけど、ちょっと目論みが崩れましたので、でこれちょっと全部僕あの、ちゃんと把握できてないので、これはのパネリストの皆さんにですね、ちょっと工藤さんから、もしあのお答えいただいたやつを含めて、あのご紹介、えーっと、ご自分でちょっとこれはシェアしておきたいなというのを選んでお話しいただけると嬉しいんですけれども、いかがでしょうか。 はい、えー、工藤です。あの、いろいろなご質問をいただきまして、ありがとうございます。あの、今、あの、他の、あの、宇佐美先生と、の、あの、議論を聞いておりまして、ちょっとご回答できないままになっているものもありますので、そこから、あの、少し、あの、本当にごく簡単にお答えできればと思います。 太陽光発電などで大事な点は、えー、設置する費用コストを誰がどう賄うかという問題ですということなんですけれどもで、この点についてはどう考えておられますかということなんですが、まずあの一つ、まあ大まあ、基本的にはやはり設置する人が負担をするということになるんだろうと、でただその,あの金額というのは、あの今、世界的には。 相当下がってきておりまして、日本でも住宅の太陽光はですね、えー、もうあのー、外から買うよりもまあ。 安いぐらいの値段になってきているとで、あの蓄電池をつけて、あのまあ、貯められるようにする形にしてもですね。2030年くらいまでには、あの外から買うよりも安くなっているというような状況にあるということをまずご理解いただきたいと思います。まあ、そういうところで言うと、あの住宅の場合はですね。そういったものをつけるとまあ、初期投資非常まあ。ちょっとかかってしまう。とはいえ、まあ、長く使う。あのだい。あの。 家で使っていくうちに、まあ、コストが回収できるということで、まあ、そういったことをもっとあの、まあ、広くご理解いただく必要があるのかなというふうに思っているところです。とそれがまあ住宅の太陽光に関するあの答えですね。えっと その他に、はいえー、とやはりあのコスト、あの地域によっての差などはどうあ,のあるということについてですけれども、まあ、こういったことはやはりあの地域で,です、ね、きちんとあのそれぞれどれくらい発電するのかそれにどれくらい費用がかかるのかということをやはりあの地方公共団体があのまあ私個人の意見としてはです、ね、あのしっかりイニシアチブを取って調べてそういった情報を提供するということであの費用に見や かどうかをそれぞれの人が、お持ち主が判断をすると、そういった形で考えていく必要があると。で、それを一律に全部同じ基準でやるということじゃないとダメだという、そういう規制ではなくてですね、そういった柔軟性を持たせた規定、適正にすべきではないかというふうに思います。取りすぎ、私の方からは以上です。はいいどううもあありがととございました、えー、っとちょっとじゃああの モデレーターの役を全然果たせてないですけれども、もうあの順番にあのお願いしますので、ご自身のですねに当てたあの質問で、ぜひシェアしたいやつをあの紹介いただければと思います。じゃあ、トヨタさん、いかがでしょうか。 はいいありがとうございます、えっと、私の方でもいくつか既に回答させていただいていますのでまだ回答していないものの中からですねあのおそらく私やってなのかなと思うものを取り上げて回答させていただきたいと思いますがあの自治体の CO2 の削減目標とかこういったものをまあどういうふうに考えていけばいいのかというようなあのご質問をいただいているんですけれどもあの地域での温暖化対策というのを考えていく上で 基本的に今各自治体はですね、やはり国の対策レベルというのを基準にしながら、その CO2 の削減目標っていうのをまあ積み上げていくような形で考えているかなというふうに思うわけなんです。で、それをですね、より大幅に深掘りをしていこうというふうに考えたときには、各自治体の中で何ができるのかという独自の政策が必要になってくるということがまず前提になっているかと思っています。その中でですね、やはり大きな課題になっているのが、どうしてもどこの自治体もですね、 環境局とか、まあ、関連する部局だけでできることを積み上げて、なので、うちの自治体の目標はここまでというような考え方をしているところが非常に多いのかなというふうに思います。で一方で、まあ、カーボンニュートラル宣言を行っていったり、これからゼロを目指していくような自治体においては、やはりその範囲だけでは、 大幅削減というのを達成できませんので、あの環境分野だけではなくて、経済とか社会、まちづくり、まあ、産業とかですね、こういった分野の中でもできる気候エネルギー政策、そことまあ連携をして、質を高めていくような対策や政策をまあ率先的に考えていくということが、非常に重要になってくるというふうに考えておりますので。 ぜひあのまちづくりとかそういったことに関心のある皆様にもですねあのその気候エネルギー政策の観点を持って自治体の温室効果ガスの削減目標とか見ていくとそこに意見をしていくということなんかをしていただくといいのではないかなというふうに考えておりますはい簡単ですけどもそんなところかと思っておりますありがとうございますえー、っとまあ今の話はあのまさらさんの話ともすごく関係するなと思ったんですけどあとはあのこれまあ僕からのコメントですけれどもあの 脱炭素だけじゃなくてですね、適応策もあの気候変動の関連で重要になっていますけれども、これもあの非常に、なんていうか自治体の部局横断で、まあ、いわゆる主流化して取り組まなくちゃいけない話になりますので、まあ、どうい,うな,とこどう,いう,ようなところがあるかなというふうに思いました。えー、と豊田さんの,への質問ででですね既に答えていただいたただやつで、えー その議員がエネルギー転換に神話的な議員が当選していく流れが重要だと思いますが、これちょっと興味深いんで、これ、少しあの回答をシェアしていただいてもいいでしょうか。はいいありがとうございます、えっと、この 地域の、まあ、都市のエネルギー転換を進める上で、やはり政策を推進するような議員たちが変わっていかなければいけない、まあ、どういうふうに影響力を持っていくかということになってくると思いますけれども、やはり先ほどのご質問ともあの重なるところなんですが、やはりこの気候エネルギー政策というのが地域の政治課題、政策課題の一つなんだということを 認識をしてもらうということが政治に、まあ、結果として議員たちが優先的に考えていくテーマになっていくのかなというふうに考えて思いますので実際にその地域の課題と気候エネルギー政策を結びつけて気候エネルギー政策をやればこういう課題が解決できるんだということを示していったりあるいは私たちのような NGO と一緒に実施をしていったりすることによって、まあ、見せていくということが必要になるのかなと思っていますその上で実際にですねあのその分野に政策ニーズがあるんだと。 あるいはそこに支持が集まるんだと、まあ、票につながるんだというような認識をですね議員の方々にも持っていただくことができれば、ですね、えー、まあそういった市民の暮らしをよくしていくという意味での議員の役割を果たしていく、考えていくということにつながっていって、実際にそういったマインドを持った議員の方々が増えていく、あるいは当選をしていくということにつながっていくんではないかなというふうに、あの私としててはは考えております、はいどうもありがとうございました。 えそれでは、増原さん、同様にえちょっとご自身の,あのお答えいただいたやつ、これから答えようかなと思ったやつをシェアしていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、えっと、今の豊田さんの前半の,その、まあ、パブリックコメントのお話にちょっと付け加えると、あの30%とか50%とか、えっと、質問された方、書かれているんですが、まあ、やはりこれ、国レベルでもですね、 えー、行政の,その、えっと、これは、えっと、正確には事務事業編ということになるんですけれども先ほどの地球温暖化対策実行計画のですね、えっと、これはその地域全体あるいは国全体その国民も含めた目標よりも、まあ、当然高く50%とか、まあ、早めにその100%、まあ、カーボンニュートラルですね。 えっとそれを高い数値をまあ率先して実行していくっていうのは基本だと思いますので、えっと、まあどこの自治体の方が書かれてるか分かんないんですけどもあのぜひパブリックコメントにですね、えー、と出していただければあのいいんじゃないかなと思いますそれからあの質問をたくさんいただいてて予想外にたくさんで <laughs> あの答えるのにいっぱいいっぱいですいませんあの前半の議論はあまり聞けてなかったんですけれども。 えっと外資で言うと、ですね私がその行政計画の話だけしたので、まあ他の手法もあるんじゃないかというようなあの問題提起をいただいているんじゃないかなというふうに理解してます。あの大変貴重なご指摘で、えー、例えばその計画以外でその補助とか入札ですね、その契約とかその財政に関わる部分でということで、吉田さんからあのコメントをいただいて。 で私の知る範囲でちょっと書かせていたただきましたそれからあとはその大学との連携ということですね、まあ、学生もキーパーソンでということで、えっと、その通りだと思いますがこれもあの今全国的にですね文部科学省環境省それから経済産業省の連携で脱炭素大学コアリションというのが昨年設立されて、えっと、最新の数値で200大学ぐらいですね、まあ、かなりたくさんの大学が今 脱炭素に向けて、えーまあ、トップレベルでは一応その、えー、動き出しているということですで、えー、っと実はこの脱炭素大学コアリションの事務局がですね京都にある総合地球環境学研究所という私が前いた職場にあの設置されておりまして私もその関係であのいくつかプロジェクトに関わっておりますのでまた機会があればですね、えー、この脱炭素大学コアリションのホームページが今あの工事中というか構築中で えと今月中には多分オープンされるということですのでまた折を見て検索していただければと思います。あのトヨタさんからも流国大の取り組みをあのご紹介されてまして、まあ、こういう気候市民会議みたいなものをですね、えー、と各地域で実施する、えー、札幌ですとか川崎ですとか、まあ、いずれも大学の研究者がその中心メンバーでおりますので、まあ、そういったあの個人研究室レベルの 連携からですね。えー、ゆくゆくはその大学本体とその立地している自治体がうまく連携をしていくという流れがあの作れればいいなというふうに思っております。えー、はい。とりあえず現時点ではあのそんなえっ、ー、と印象というかはいお答えも含めてあの大変あのありがたく受け止めております。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございました。 あのそしたらですねあの、脇山さんにも同様に伺いますけれども、その後にですね、皆さんからだいたいどうですかね、1、2分ずつコメントをいただいて、クロージングにしようかなというふうに思うんですけれども、えー、今あの、全体的にいろいろ伺っておりまして、えー、脱炭素に向けたですね取り組み、なんかこう、それなりに進んでいるし、なんかこう、方向性も見えてるかなというふうに、なんか皆さんのお話を伺うと、あのなんか、 あのいけそうかなっていうふうに思うんですけれどもなんか現状の分析というかあのいやあの実際こういうふうに進んでいかなくちゃいけないんだけれどもあ本当はこういうふうに進んでいかなくちゃいけないんだけれども現実は。 あのそうなってない部分で乗り越えなくちゃいけない課題みたいなものっていうのは特にどういうところなのか、えー、みたいなところをあのもしよろしければあの含めてですね、えー、と最後に和山さんの後に、えーとまあ、順番はあのさっきと発表の順番で工藤さんからお願いしたいと思いますけどちょっと,あの、えー、と考えながらでお願いいたします、えー、というわけで和山さん、えー、脇山さんに来ているご質問で えー、シェアしていただけるものをちょっとお話しいただければと思いますけれどもいかがでしょうかはい、ありがとうございます、えー、一つはバイナリー発電で地元との合意形成が難しい理由は何でしょう、えー、そういった質問をいただいております、えー、バイナリー発電では今日紹介したようにこれまで未利用だった熱源より低温の100度から150度の地前資源の活用が、えー、可能になりました、えー、その一方で、えー、このバイナリー発電によって発電所が増えてきているんですが 一方でより既存原生温泉などに近いところでの計画も増えている傾向にありますこのように温泉資源の近くで地熱発電の利用を検討するときには、まあ、発電による温泉資源の影響を最小化するような計画をしてちゃんと住民の方所有者の方に説明するということが大前提になるんですがその時にまあ 厳選使用者の方々の不安をどうやって取り除くことができるかというのが非常に重要な課題となっています。一部の地域ではやはり原染利用する厳選を、まあ、既存厳選に影響のない範囲に小規模で、えー、計画したりとか。 あるいは万が一、影響が出たときにはこういう形で保証しますというような取り決めを作ることによって不安を取り除いてより合意を得やすくするというふうな仕組みが考えられ実際に行われています。保険みたいな仕組みは考えられませんかという質問をいただいたんですがこの保険を作るためにはそのもし発電による影響が出たときにその被害額をどういうふうに見積もるのかというのが非常に難しいところです。 そういったところが解決してくると、まあ、ひょっとしたら保険,保険商品としてより広く合意形成に貢献するような仕組みができるのかもしれません。え他に、えー、規制の緩和なども、規制の再検討も必要なのではないですかというふうな法律改正なども必要ではないですかというふうなコメントをいただいています。 法律というところでは自然公園、国立公園内の地熱資源というのも多く今、存在しています。これらの資源を今は規制されて利用できない状況があるんですがそれを利用するようにした方がいいのか利用する場合はどういう条件をつけるべきかとかそういう議論が議論であったり実際、そういう新しい方法に適した発電所のあり方というのが議論されています。 また、温泉法についても井戸の掘削を、えー、規制する法律ですが、えー、どういった方法であれば地熱と温泉が共生できるのかというのを、えー、再び考えていく必要があるかなというふうに考えています。えー、最後に、えーまあえー、私の方でも先にあの最後の1周のコメントのところを少しだけコメントさせていただくと、えー、技術的にはこういった形で地熱発電、えー、資源もありますし、技術も準備されていますが、 最終的にもう目標を達成するためにはやはり合意形成であったり地域の方々の理解というのが必要非常に重要になります。これまでの地熱開発では、えー、影響を受けるかもしれない温泉,住温泉源泉所有者の方あるいは地域住民の方に丁寧に説明をしていって、えー、納得してもらって協力してもらうという方法だったんですがこういうのように発電所が分散型に多くできてくるとより 住民の方、源泉所有の方が協力しやすい形っていうのも、えー、合理的に共有、合理的に協力しやすい形っていうのも考えていかなければならないんじゃないかなというふうに考えています。源泉所有者の方が発電事業に参加できる形、コミュニティパーと呼ばれる形であったり、あるいは地熱発電事業から地域に利益が還元されるような形、そういった新しい事業の形を考えていかないと進まないのではないかなというふうに考えています。 はい、最後のコメントも合わせて回答させていただきましたありがとうございますどうもありがとうございますあのまず説得だけで進めるのは限界あるということですねあのちょっと僕あの秋山さんに一つお伺いしたいことがあったんですけれどもあの地熱ってすごくあの人によってはものすごく期待している人がいて日本はあの火山地震大国なんだから地熱のポテンシャルは世界第何位でも,なんかもっと使えるはずなのに え使えてないまあそれあの定性的にはその通りだと思うんですけれども、えー、とやっぱりその日本のその再エネのそのなんていうんですかねポートフォリオの全体の中で言うとやっぱりその太陽風力がガバッとあってそれに対して地熱っていうのはすごくあの役割はあのまあ一桁かあの落ちる感じになると思うんですけれどもそれはもうえっとまあ頑張ってもそれぐらいなのか。 本当はあのすごくうまくやると太陽風力と肩を並べるようなスケールのものになるのかっていうとどちらですすかありがとうございます、えー、現在、資源が経済的に確認されてて開発に近いところで言うとやはり2030年の目標である1%のレベルだと思います。 これが5%になってくるためには特に自然公園、国立公園における開発の在り方っていうのをちゃんと考えていかないとそこには到達しないんじゃないかなというふうに思います。支援がそういったところに存在しているので今のままの規制ではなかなかそこまではたどり着かないと。えー、さらににに太陽光風力に、えー、並び立つには、えー、未開発のそのそ 新しいタイプのの地熱資源の利用が必要になります。もっと地下にあって熱水の量が少ないんだけど熱をもうちょっと効率的に取り出すことができるんじゃないかとか高温岩体発電とか、えー、強化型地熱発電システムというような新しい次世代の発電の方式になるんですがそういった技術が確立されて初めて2050年に10%あるいは8%とかの他の太陽光風力と並びうるような。 容量が確保できるんじゃないかなと思います。でもまだ技術開発段階だっていうのは非常に難しいところだと思います。うん、なるほど。あの太陽風力と比べて低コスト化も難しいのかなというふうに思うんですけれども、その辺もありますか。えー、もしその次世代型の地熱発電の開発技術が、えー、低コスト化すると、えー、資源の何というか。 掘削リスクといいますか、今は地熱所流層を当てなきゃいけないんですけど、それがもっと広い範囲で活用可能になるので、その次世代型の地熱資源開発技術が進展すればコスト低減という道も出てくるかもしれないですが、ただちょっとあの技術の見通しは立ってないですね。なるほど。はい。はい、どうもありがとうございました。じゃあ和池さんはあのえっ、ー、と最後のコメントも含めてということで、あの大変ありがとうございました。えっ、ー、とそれではえっ、ー、と工藤さんから あの最後のコメントいただければと思いますお願いします、はいはい、ありがとうございますあの太陽光発電これからまたあの引き続きコストも下がってきてあの今の地熱の話ではないんですけれども日本でも、まあ、主力になるような再生可能エネルギーだと思いますまた方であの まあ、いろいろなあの課題もありましてもしもちろんそれを誰が負担するのかという先ほどのコストの問題もありますしあの今回はまあ取り上げませんでしたけれども、まあ、都市でもあの場合によってはああのまあ、なんて言うんでしょうかあのかまあ、乱開発のような形であのまあ、突然太陽光が出てくるというようなことがあったりして、まあ、地域の住民の方々とのあの 合意の課題というようなことも、まあ、あの起こってくるような、まあ、そういった説明 たあの発電設備でもあると思います。まあ、どういったあの発電自然エネルギーを入れていくのか？というのは、まさに地域とのあの合意あの議論が必要で、そういう意味では、地方公共団体地方自治体のあのイニシアチブに私自身はとても期待しているところです。多くの自治体があの再々エネの導入目標を設定をして、これからあの促進区域なども設定をして、あの進めていくことになると思うんですけれども。も そういったところに注目をしていきたいと思いますしそういった自治体の活動を支え動きを支えるのはまさに市民の皆さんだというふうに思いますのでそういった方々の意識またそういったさまざまな活動ができるビジネスモデルの開発それを可能にする制度設計も全すべてやっていかなきゃいけないということでこれからなかなか大きな発想の転換が必要ですけれども 少しずつ、あの、方が出てきていると思いますので、えー、それが進んでいくように、私も、あの、制度、法制度を、あの、見ていきたいというふうに思っています。すみません、長くなりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あの、まあ、人々が歓迎する形でですね、あの、太陽光発電増えていくといいですね。はい、ありがとうございました。えー、っと、それでは宇佐美さんお願いします。はい。えー 江森さんから非常に大きなあの、えー、お題をいただきまして今後こう克服していかないといけない課題っていうことですね。で、えー、っとこういうふうにあの最近私時々あのお話をさせていただくことがあるんですが気候変動への取り組みっていうものをですね えー、3つでイノベーションいというとあの,、えー、いのはもともと技術革新になると訳されることから分かりますようにあの、まあ、技術でそれはあの日本社会がこれまであの、えー、かなり技術を重視する形で気候変動に取り組もうとしてきたということがあるかと思うんですがでもちろん技術大変重要ですしその、えー、っと再生可能エネルギーの普及であるとか消費 エネですね、こういったものでも他の分野でも非常に重要になるわけですけれども、えっと、しかしそれだけでは足りないで、えっと、2つ目のイノベーションはやっぱり制度だろうというふうに思ってこれがあのようやく本格化してきたのがこの10年ほど特にこの12年新しいフェーズに入ってきたかなというふうに思います。 で私はあのそれでもなお足りないところがやはりあると思っていまして、それは意識のイノベーションだと思っていますで。意識というのはですね、その新しい知識を得ることによって、えー、気候変動問題って実はこんなに深刻だったんだと、人ごと事じゃないんだということをですね、えー、っと理解すると。 いうことも意識を変える非常に重要なポイントですけれどももう一つはですねちょっと難しいことよくわからないけれどもとりあえず気候変動に、えー 気候変動を悪化させるような行動をやるのってなんかちょっと世間体に悪いなとかですね他の人そんなことしなくなってるぞ今の時代とかですねそういったものでもいいと私は思ってるんですねで、えっと、エネルギーの問題がもしですね、えっと、やや先取りしていますともしこの問題がかなりエネルギーの分野で、えっと、ある程度 目処、えー、がついてきたらですね、おそらく他へ目があ、人々の目が行くと思いますが、その一つはおそらく食生活ではないかと思うんですね。農業関係の,あの、えー、温室効果ガス排出というのはかなり大きいという事実があるためですね、ところがこれはあの人々の習慣というものに非常に大きく依存します。 で欧米では何が進んでいるかっていうとあのベジタリアンの人が増えているとかですねあるいはお肉でもいわゆるレッドミート牛肉豚肉からあのホワイトミート、えー、鶏肉ですねへのシフトが進んでいるとかこういったことはあの人々の思考に基づいている面が非常にあるわけですけれども。 こあそこに気候変動への意識っていうのが関わってくると、こういうようなわけで、えー、っと今後はですねその、えー、っとみんながそれぞれ自分なりに取り組める仕方で気候変動問題に取り組む、でえー、っと多くの人は取り組んでいるという意識さえなくていいというようなですねそういった意味での意識のイノベーション、広く捉えた意識のイノベーションと今後、必要になるんじゃないかなというふうに思っています。ちょっっとと長くなって、えー、申ししし訳あありりまませんでしたたどうもありがとうもがございました はい、宇佐美さん、どうもありがとうございました。大変共感します。はい、えっ、ー、と、それではですね。ええー、と豊田さんお願いします。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と今あのお話もありました。けれども、私もあの意識を変えるということをよくですね。あの口にする機会があるわけなんですけれども、単純にそのコツコツ、みんなが頑張るために意識を変えましょう。ということではなくって、あのまあコツコツ型から脱却をしていかなければいけない。社会を変える必要があるんだと。 その社会を変えるために自分がどんな行動をすれば、そのインパクトを与えられるのか、影響力を持てるのかということを考えた行動をコツコツやる必要があるんじゃないかというふうに思っているわけです。 でなければやはりやれる人だけやりたい人だけがやるという状況は変わらないんじゃないかなというふうに思っています。で、この点は個人だけではなくて、例えば自治体のお話がありましたが、今、国の政策というのはトップランナーをさらに引き上げていこう、そこを増やしていこうということをやっているわけですが、やはりそれだけでは不十分なところもあるのかなというふうに思っています。やはりそのミドル層というかですね、まあ、ボトムの部分というのをもう少し高めていくような政策も同時にやっていかなければ、多くの自治体というのは、自分たちにはこの問題関係 ないというふうに捉えてしまっているところもあるので、その点もですね、合わせて取り組みを進めていくということが、あの今、非常に大きな課題で、大きなギャップがある部分ではないかなというふうに考えています。またもう、もう一つ、私たち、既婚ネタクの立場からすれば、やはり大規模事業所等のですね大規模排出事業者。 まあ火力発電等をはじめとした、こういったところをやはり大きく早く転換をしていかなければいけないということになりますので。そのためにもやはり政策を変えていく、そのために大きなインパクトを与えていくという取り組みをですね。あのこれからも行っていきたいと思っていますし、ぜひまた皆さんにもご理解ご支援をいただけたら嬉しいなというふうに思っております。あの今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。システムを変える行動をコツコツやると。まあね、そういうあの人がどんどん増えていく。 ことととはは大事だと思いいまましたありがとうございますす、えー、それではですね時間もう本当ギリギリになってしまいましたけれども、サ原さん、最後にバッチリと締めていただければと思います。<laughs> よろしくお願いいたします。いやいやいや、ちょっとプレッシャーを感じておりますけれども、あの宇佐美先生、豊田さんと流れてきたこのシステムを変えるというのは私も大賛成で、まあ、あのそのために、まあ、この大学教育の中でも先ほど出てきた学生さんの意識、 をその危機感だけじゃなくてやっぱり自分たちで変えられるんだっていうその選挙の話もありましたがそこからちゃんと投票に行くちゃんと考えて投票するというところからですね、えー、なんとか試行錯誤しておりますがまあなかなか簡単にはですね変わらないと多分小中高で、えー、かなりそのなんというか、えー、おおさ抑えたというあれなんですけどな何て言ったらいいですかねその 確実的なというかですねその現状に流されるような、えー、結構教育があの行われているところが多いんじゃないかなというふうにあの感じながら、まあ、大学でできることをあのやっている、まあ、日々です。それであのちょっとバッチリ締められないんですがあの質問がまだずっと続いててですね、えー、とちょっとそれぞれあの全部答えられないっていう感じだと思うんですがあの1個だけあのちょっと気になったもので。 えっと建築物の省エネ強化はまああの当たり前だと思うんだけどそれがなんでそのなかなか制度が導入されていかないのかと先ほどの,あの宇佐美先生のイノベーションにもつながると思うんですがあのやはりあの当たり前とは思いつつですねそのやりたいけどできないやりたいけどその建築自分が住んでいる建築物に太陽光発電を載せるとかですね えー、省エネの対策を取る、まあ、コストが捻出できないと、まあ、そういう立場の方もやっぱり配慮をして、えー、なかなか義務化っていうのが難しいということになるんだと思います。それであのエネルギー貧困にあの関係してですね私も随分、えー、前ですけれどもヨーロッパの事例をちょっと勉強した時にやはりその公営住宅といいますかですね、えーまあ、比較的そのやっぱり所得が低い あの方々が住んでいる住宅からまあ優先的にその公費で,ですねえ断熱回収をしていくと、それがその命を守り、その人たちをまた立ち直らせ、快適に生活をあのしてもらうというところにつながっていくというあの事例を見たことがありまして、日本でなかなかそういうやっぱり観点の政策が少ないなというふうに見ています。唯一ですね 唯一あの全国探して一個だけ宮古島市のです、ねえー、公営住宅にそういう、まあ、先ほどあの沖縄の,その夏が厳しいというお話ありましたけれども、えー、公営住宅に太陽光発電を設置して。 そ,のそこに住んでる方々の、まあ、エネルギーの,あの事情をですね、えー、改善するんだという事例を1個だけ見つけました。<laughs> あ,のあと東京都で、えー、と太陽熱利用ですね、えー、都営住宅に設置してる事例もあるかと思いますがやはりそういう視点の政策をですねやっぱりあの広げていくと。でその時に先ほど出てきたようなその政治の支援というでそういう議員を あるいはあのそういう政策をまっとうに進める首長あの市長町長,長村長さんをあの我々が選んでいくとまあそういう流れをですねどんどんあの強めていきたいなというふうにきあの今日一日半日ですねあの参加をしてあの感じた次第でございますあのはいすいませんまとめの役割ではございませんのではいどうもはい、はい、ありがとうございましたあのちょっと時間過ぎてしまってすいませんでした。 えっとですね、お話を伺っていて、まあ、僕、日頃から感じてますけれども、まあ、技術も制、ね、度も意識も、あの今、結構動いてるところだと思うんですよね。で、まあ、もちろん十分なスピードではないのかもしれないですけれども、これ、動いていてで、これをさらに動かしていくにはどうしたらいいかっていうのは、すごく、これ、関わってる人たちにとっては今、非常に面白い。 あのフェーズににあるんじゃなないいいかなという,ふうに思っていますこれ、関心持たないでいるのは損なぐらいですね、今これ、脱炭素の話っていうのは、あのまあ考えがいがある、いろんな人にとって考えがいがある話になっていると思いますので、あの多くの人にですね、さらにあの関心を持ってかかっていってもらえるなと思います。今日、えー、と参加者 ええ皆さん参加者二百二十二人とかそれぐらいたくさんご覧いただいておりますあの本当にありがとうございますご質問もたくさんいただいてどうもありがとうございましたえー、そしてパネリストの皆さんえー、今日はどうもありがとうございました、えー、でここであの小林さんに戻したいと思います山下さんどうもありがとうございました。 本日は非常に幅広い都市の脱炭素化の話題に関して多く学ぶことができたのではないかなと思います。質問も非常に多くいただきまして、まだ回答できてない質問もあると思いますけれども、そちらに関してはいつもと同じように質問を回答しまして、書類でウェブサイトに記載いたしますので、後ほどまたチェックしてみてください。 今回、講演していただいた記者の皆さんの20分の講演動画を YouTube に公開する予定です。トヨタさんの講演動画に関しては既に掲載されています。詳しくはイベントページか国間圏の YouTube チャンネルを確認をお願いいたします。次回、ウェビナーは2月14日午後3時から4時15分まで、地方自治体の脱酸素化に向けた役割と取り組み、都市の脱酸素化ウェビナーシリーズ4をお送りいたします。 ぜひまた参加してください。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。パネルの皆さん、江森さん、どうもありがとうございました。